から藤波慎太郎が日本に帰ってきたらうちで撮りますよ、そういう肯定的な目も向けられていることを本人がどれだけ理解しているか。先日原監督も漏らしていた日本に帰ってきたらうちで撮りますよと救いの手があるかもしれない。その前にまだまだチャンスはあると思うよ。いらないいらないとか言える戦力か、言うほどストライクゾーンにも投げれないやつが戦力になるか。負け試合にイニング空投手も足りないレベルなんだよな。ソフトバンクが3年12億出すぞ、さすがに有原とは比較にもならんだろう。ということは4年20億やな。そら相手に持たれたらまずい兵器やからな。全先発阪神戦で行こう。リーグ違うからええか、どうせ2軍が主戦場になるからパでもイースタンは安心できないぞ。有望な若手壊される可能性ある、溺れるものは藤をもつかむ。とりあえず甲子園で阪神相手に投げるところは見たい。相手に取られたらそれだけで脅威やからな。根絶できないなら自分のとこで奪うべきやね。持たず作らせず持ち込ませずやぞ。うちの選手が壊されるぐらいならの精神、ノーコン増やすなんて余裕あるな。いやゲンサーお前もう勘弁してくれや。巨人ファンの気持ち全無視やん。お前帰ってくる頃には腹は首だろ。巨人と日ハムで取り合いや。ロッテも藤波欲しいらしいよ。というかパリーグは藤波評価高いからソフバンも動くんじゃね。戻ってくる時に原が監督やってるかな。問題児集めて何するんだ巨人。新庄も興味持ってるんやろ。何がそこまで引きつけるんや。160出るからコントロールさえ直せば佐々木になる可能性がある。なお高卒3年で35勝するバケモンがこんなことになるって絶対なんかあるし、直せると思ってるんやろ。ダル以上のポテンシャルを持つ日本人歴代ナンバーワンのポテンシャルを逃す手はないだろ。刺さろうやろ。29歳で160キロ連発するところ、話題作れればそれでええんやろ。やる気出せば野手もできるしな。センスないやつに満塁ホームランは打点。ソフトバンクは何でも取るぞ。藤波は拾わないっていう協定を結べよ。 NPB 12球団全部や NPB 条約って名前にしよう。囚人のジレンマで争奪戦になるぞ。マーハラなら確実に取りに行くやろね。先発も崩壊してるし。